ですね、先日アルティメット決戦というのがありまして、そちらの方に参加いたしまして、昨日見てましたよ、ここで。あ、見てたの？見てました。いや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 、まあ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 、なんとかいい動きはできてんじゃないかなと思うんですけど、存在感出してたんじゃないですか。いや、そうっすね、なんとかかんとかなりました。なんか上手い人でも多かったな。いや、上手かったね。トリバードさん、かなりやってないよ、あの人。あれやってるね。普通に上手かったね。あれはなんかそのランク回してないけど1800とか1900ぐらいはあるんじゃないかっていう。めっちゃ強いっすね。なんか昔のさ、俺ら世代の格ゲーマーがなんか転生して V とかになってさ、なんか意見出てたら面白いんだけど確か知り合いだったりしないのかな。なんかあのそう、顔出ししてる人はともかく、うん、V の人で、うん、なんか いたりしたら面白いんだけどな。あ、まあ、じゃあ、あんま言うのもちょっとあれですけど、まあ、確かに探り入れるのもちょっとね探り入れるのもちょっとあれですけど、 VTuber か。まあでもちょっと僕らはやっぱりまだ知らん世界が多いんで、うん、何をこう聞いたらいいんか分からんすよね。ちょっと逆にここは触れちゃいけんみたいなのもあったりするかもしれない。あんのかな。じゃあ、あのね、だからそのと、あの谷口さん、いいですか。はい。 VTuber っていうのはもうアイドルなんですよ。ほう。要はミッキーマウスとかそんなもんすね。あ、そう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 、分かってるけど、分かってるけど、その現実世界のことは触れない。そう、ディズニー行ったらもうそこは夢の国ですから。そう、夢の国なんですよ、うん、ああいうのは。なるほど。アイドルとも全部そうですけど、現実世界、その実はこうなんじゃないか、ああなんじゃないかってあるかもしれないけど、そこはもう見ないものとするっていうのが、うん、まあそういう楽しみ方っていう感じで、野暮ですね。あ、野暮だ。お約束ってやつですね。なるほど、勉強になりました。お約束なんですよ。いや、V の中の人がとか、うんたらかんたらとか、もうどうだっていいんですよ、正直言って。なるほど、なるほど、うん、見えてるものが全てなんで。参考になります、うん、気をつけてください、本当に。今後あのひょっとしたらね、付き合いが増えるかもしれないんで、うん、気をつけてください、皆さん、本当に V は気をつけます。ね、いやでも V の人はね、俺絡みある？かなえさんとかは一緒にお仕事したことあります。あ、そうなんだ。はい、かなえさんと、うん、うん、しました、一回。俺もそんな、赤身カルビさんとか、はい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 、うん、とか、そんなにないね、うん、すごい多いっすか、ね。まあ、たまに、あのそのリジェクトのプルルさんとかから、うん、なぜかレイドが来る。あ、へえ、なぜかね喋ったことないのに。え、やっぱさ、あのさ、そのストリーマーの人、うん、まあ、ストリーマーというか顔出ししてる人と、いわゆる V の人でもう圧倒的に何かが違いますみたいなのってある？その立ち回りが違いますとか、気をつけないといけないところがありますとか。あ、てかもうそのあれだよね、だからさっき言ったことだよね、だから設定すべてだから。なるほどね、はい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 、設定すべてだし、本人も設定っていうか、まあなんつうのかな、そういうのでやってるから、どこ住んでるのとか、実は何歳なのとか、はいはいはい、あ、もう、なるほどね、もうそう、なんとか制に住んでるっていうけど、そこ何なのとか。ああ、はい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 、野暮な話なんですよ。そうっすね、うん、そうそうそう、だからそういうのは、まあ、あえて聞かないっていうのが、まあ、幸せなんじゃないかなと俺さ、もう最近思ってる、うん、なんか見ててね。なるほどね、うん、ストリームのことはね、なんか、そう、で、XQ さんとか、はい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 、そう、ケンキさんもこの間おしゃれしてたじゃないですか、はいはい、で、まあ、僕、この間初めて釈迦さんとかにも会って、一回挨拶したんですよ。あ、そうなんだ。あ、時代さんも、あの、ドグラさんと立川と優くんと時代さんと、ああ、はいはい、あの、ゲームショー、そうそうです、幕張メッセで。ああ、そうだ、あの時に釈迦さんも同じブースでやってたはずなんだ。あの時に初めて挨拶して、初めましてみたいな。釈迦さんのだけなんか整理券が必要だったっていう。あ、そうそう、でしょ。で、僕らもそこを目指したいですよね、最終的に僕ら整理券いらなかったんで、とんでもない人気ですからね、やっぱりね。やばいよ、すごいですから。ちょっとびっくりしたのが、うん、今 RTA ジャパンやったんですよ、うん、で、昨日チラッと見たら、だいたい RTA ジャパンって一番上にあるんですけど、うん、上に釈迦さんいました。人数なんか、あの、それこそストリーマーの人が出るバロとか、うん、APEX の大会とかの、あの、うん、参加者の一覧見るとメンツすごいっすよね。なんか毎回思うんですけど、 EXILE の人が出とったりとか、もう芸能人の人が出とったりとか、あ、ね、今度ある APEX、うん、かバロの大会の
文見とったらそんな感じ書いてあって、レペゼンの人が出とったりとか、はいはいはい、はい、すごいタレントがどん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 、すごいよ、そういう人たちが。でもスト6ね、見てくれとんで、今はね、本当にありがたい限りですから。いや、すごいですよ、ほんまに。いや、でも今日とか、今日外ね、外行って、買い物行ってたんですよ、うん、で、なんか疲れたなと思ってベンチ座ってたんですよ。ベンチ座って、なんか横に人がいるなと思って、なんか携帯ずっとなんか動画見てるなと思って、チラッとその動画ちょっと覗き見しちゃってさ、うん、見てたら、スト6の配信かなんか見てたわ、ね、へえ。もう孫さん、そこはちょっともうあれじゃないの、もう腕ぐるんぐるん回し始めたんじゃないの、孫さん、ベンチの横で。気づかれないうちに去った腕はでも回したでしょ、一応俺もやってますみたいな、とか言って言いながら、うーん、ちょっとストシックスもやるかなとか言ってあ、でも、飯食うときに、そうすると隣の人が携帯しろって、俺もこうなんかチラッと見えたんですよ、うん、見たら今回やっぱりちょっと気になっちゃうよね。いや、なら、あれですよ、布団ちゃんの、あのオープンレックなら見よったんですよ、はいはいはい、ページを、多分そっから孫さんのページとか見よって、マジでそう、おっと思って、ま、お前めちゃくちゃ見てるな、お前。じゃあちょっと俺もで、ガチ君はちょっと、いや、俺はちょっと気まずいんでキャップこうかぶっとったんですけどちょっとこうやってブルが見えるようにして逆でしょ、そこアピールしないと。こういく、こういく、こうギュッて、ちょっと、いや、なんかね、そう、まあ、通りすがりの人っていうかさ、たまたまなんか隣に座った人とかの画面だと結構見えちゃう時あるじゃんね。そうだね。それこそね、格ゲーマーバロランって1回目あったじゃないですか、うん、はい、で、2回目俺出たんですけど、1回目の時は、俺出てなくて、で、その時俺渋谷の方で用事があって、エスカレーター乗ってたんだけど、エスカレーター目の前の人がなんかずっと動画見てんの、なんだろうってなんかチラッと目に映って、そしたら格ゲーマーバロラント映ってたからね、あ、石井プロが作ったPV みたいなのが流れてて、これあれやんとか言って、かなりの人見てますよね。そうだね、我々あんま外出てないからあんまちょっと気づかないですけど、またその前の話ですけど、靴買いよって、で、レッドブルがなんかそこに置いてあったんですよ、レッドブルのわかります、でっかいやつで、俺キャップかぶっとったんで、あ、レッドブル飲みますみたいな、僕ちょっとそう話になって、僕もそのプロゲーマーでみたいな話になって、だから、あ、この間あれバロラントの企画やってましたよねみたいな、梅原さん出てましたよみたいな、そう、同じやってらしまってますみたいな、まあ、レッドブルはまあね、結構ね、そのいろんなところにあるし、なんかそういう機会多そうだよな。僕たまにボンさんに間違えられますからね、うん、駅とかで、うん、ボンちゃん応援してますみたいな、ボンちゃん応援してますみたいな言われて、日本でそれある、日本でなんかアメリカ、あ、海外だったら、海外だったら結構あったり、 あるあるっすね、日本でも何回かあって、あるんだ、ガチ君です。そうなんだ、まだだからボンちゃんのイメージ強いんだな。そうですね、ボンさんのイメージはめちゃくちゃ強いんだなと思いました。あ、気をつけないとね。一番ね、最近びっくりしたのが、でその布団ちゃんとかと、そのなんていうのか、イジェクトファイトナイトかで教えた後に、結構その布団ちゃんとかと配信で結構親密にやって楽しんでやってた時あったんだけど、それ終わった後に、あ、外出る時にちょっとバス乗ろうと、バス乗っていこうと思ったんだけど、バス待ってたんですよ、バス停で。そしたらなんかバス停の向こう側から走ってくる人がいて、道のそんなそれはちょっと どんな感じで、あれとか言って、なんか走ってきて、孫さんですよね、この前の布団ちゃんで見てました、いや、それじゃなくてもあんたどっから来たんですかって言ったら、ちょっと車で走ってたら孫さん見えたんで、あそこで止めて、こっち来ました、とか言ってじゃん、すごい嬉しいじゃんそれ、びっくりした俺。ドミニカなりもモケのファンだったんですかね。あ、そう、ドミニカでモケも隣のホテルからこっちのホテルに来るときにずっと喋りかけられてたらしいよいるんだね、やっぱりコアなファンだ。それあれじゃないの、押し売りじゃないの。いや、これはコアなファンだったっぽい。モケの話聞いて本当にずっと横にピタッとつけられてもう何されてもおかしくない距離だぐらいピタッとつけられてたらしいから、いや、よっぽどのファンだったんだろうな。そうですね、あれはかなりの。なるほどね。いや、っていう感じでね、まあ、今年、まあ、このスト6が発売したことによってね、もうだいぶその格闘ゲームの、ね、知名度というか、ひいては、ね、格闘ゲーマーの知名度もちょっと上がってきたというか、一般の人に対する、ね、その認識っていうのがちょっと広まってきたんじゃないかなっていうふうに思うんでね、まあ、そこら辺も踏まえて今日はですね、まとめてくれてるよ。今流れうまい、今流れうまいよスムーズやったでしょ。スムーズだったよ今日は。もうこれ熟練の技ですから、もうこれ腕あると思ってるからね、本当に。腕は持ってますね。